こんにちは、シナモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのは川崎忍者 ZX14R ですね。こちらですね、川崎を代表するツアラーモデル、非常にですね大きなパワーとトルクでですね乗りやすい1台となっております。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、忍者 14R といえばですね、このフロントマスクですね、4眼のですね横のヘッドライト、非常に特徴があります。大きな割れとかですね、スクリーン割れ、飛び石による塗装剥がれ、そういったものはね見受けられませんね。そしてねフロントフェンダー、こちらもですね大きな割れ、立ちこけによる割れなどね、そういったものは見受けられません。フロントの足回りです。ブラックのねホイールです。大きなガリ傷、曲がり、そういったものもねございませんね。 ABS モデルとなっております。アクセルのねスライダー装着で、がっちりと、ガードしております。ブレーキ引きずり、そういったものもねございませんね。はい、そしてサイドもあってカールですね。はい、こちらもですねベビーフェイスのエンジンスライダー、こちらでねサイドがっちりと守っております。大きなカール割れ、曲がり、削れ、そういったものもねございません。クランケースなんかもね、オイルにじみ、そういったものもございませんね。フレームなんかも非常にね状態にいい状態です。はい、そしてステップですね、大きな曲がり、削れ、そういったものもねございませんね。はい、そしてねこちらの車両の特徴です。ビートのナサートマフラー、ダブル出しですね。音が楽しみです。後ほどご紹介したいと思います。はい、そしてリア足回りですね。こちらもフロント同様、大きなサビ腐食、キャリパー固着、そういったものもございません。オイルのねガリ傷、そういったものもねございませんね。はい、ではリア周りご紹介します。フェンダーレスキットを組み上げてねすっきりと仕上がっております。はい、シートです。フロントシート、タンデムシートともに大きな破れや切れはありませんね。タンクです。はい、こちらも大きなへこみ、傷、そういったものもねございませんね。タンク内ご紹介します。はい、もちろんですが大きなサビ腐食はありませんね。はい、ではエンジン吹き上がりいきたいと思います。ではマフラーを行きます。はい、1400cc のですね迫力のあるマフラーのサウンド、非常に気持ちよかったですね。こちらねロングツーリング、非常に、乗りやすい1台となっております。ぜひ14R お探しの方ですね、お問い合わせをお待ちしております。